はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トヨタジャパンタクシーの方をチェックしていきます。はい、しっかり見ていきます。こちらのモデルはトヨタジャパンタクシーのモデルになってます。2019年6月発売のニューモデルになるね。ボディカラーの方を見ていくと濃紺のソリッドだね。光に当ててみると塗装面はこんな感じで光沢感のある塗装になってます。まずは正面の方から見ていくと、中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。このエンブレムはブルーが入ってるのでハイブリッドのマークなのかな。ヘッドライトの部分は塗装になってます。やっぱりこのグリル周りのデザインがすごく細かくてかっこいいね。シルバーでしっかりと塗り分けがされてあって立体感があっていい感じだね。ボンネットからルーフの方を見ていくと、ルーフの方には樹脂パーツでサインプレートがついてます。 JPN タクシーっていうプリントだね。助手席側の方を見ていくとこんな感じでジャパンタクシー特有のボディラインになってるね。スライドドアの部分なんだけど、この部分は開閉しないのがちょっと残念だね。ホイールの部分はノーマルタイヤになってます。で、後ろの方を見ていくと、中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。テールランプの部分はレッドの塗装になってるね。結構リア周りはシンプルな作りっていう感じかな。このテールゲートの部分も開閉しないのがちょっと残念だね。リアガラスの部分はダイキャストで作られてます。で、運転席側の方を見ていくとこんな感じで特にプリントとかはないね。助手席側の方はスライドドアだったけど、こっちは開閉するような通常のドアだね。ルーフの方を見ていくと、このルーフの部分は結構プレスラインとかもしっかりと出てるね。真上の方から見てみるとこんな感じになってます。内装の方を見ていくと、全体的にブラックで作られているのでちょっと内装が見づらいね。だけど運転席周りとか助手席周りもしっかりと作られてます。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。その他ドアの開閉ギミックとかは特にないね。シャーシの部分を見てみると、トヨタジャパンタクシーナンバー27番の2018年のシャーシになってます。こうやって見ていくとジャパンタクシー特有のこのボディラインがしっかりと再現されてるね。特にこのグリル周りの細かさはかなり凝った作りになってるよね。立体感がある作りになってていい感じになってます。で、今回はアクションの部分はサスペンションだけになってるね。この辺りがちょっと寂しいかな。タクシーモデルになるのでこのスライドドアとかの開閉がついてたらもっと良かったよね。で、今回のこのトヨタジャパンタクシーはノーマルモードのトヨタジャパンタクシーのモデルだね。だけど今回オリンピック・パラリンピックモデルっていうのも出るんだよね。そちらの方も少しチェックしてみようと思います。はい、タカラトミーモールの公式ページの方に移動してきました。新商品情報のところにはこのトヨタジャパンタクシー東京2020年のオリンピック・パラリンピックっていうのが表示されるね。この部分をタップしてみると詳細ページの方に移動してくるね。デザインの方を見てみるとこんな感じでサイドの部分にはオリンピック・パラリンピックのロゴがプリントされてあるんだね。その他の画像を見てみると運転席側にも同じくこんな感じでデザインがされてあるね。他の画像を見てみるとこれも真横から見たデザインだね。こちらも運転席側の側面っていう感じかな。特にそれ以外の画像は公開されてないね。で、下の方を見ていくと価格の方が756円になってて、発売日の方が2019年の7月20日になってるね。で、現時点では在庫ありになってるので下の方を見ていくと予約をするっていうタブも出てくるね。こんな感じで見ていくとトヨタジャパンタクシーのこの画像はノーマルバージョンにロゴがプリントされたっていう感じなのかな。それともこれボディカラーが
ノーマルバージョンとは違ってブラックとかになってるのかな。そのあたりは買ってからのお楽しみっていう感じだね。で、画像の方にはこのトミカの写真しかないけど、実際パッケージデザインとかは結構こだわったデザインになってるんだよね。東京おもちゃショー2019の方でも参考展示がされてあって、パッケージデザインとかも公開されてたね。なので気になる方はまずはタカラトミーモールの方でチェックしてみてください。で、このモデルはタカラトミーモールオリジナルっていうわけではなくて、一般のおもちゃ屋さんとかでも予約ができるんだよね。だけど一部の店舗に限られてるみたいなので、そのあたりは店頭でチェックしてみてください。はい、今日は2019年6月に発売されたニューモデルトヨタジャパンタクシーの方をチェックしてみました。かなり以前から噂になってたこのトヨタジャパンタクシーだね。いつか出る出るって言われてようやく今回登場だね。で、今回このモデルを見てみて、フロントのグリル周りとかはかなりしっかりと作られてるよね。なんだけどアクションの部分はサスペンションだけなんだよね。スライドドアの開閉とかテールゲートの開閉とか、そのあたりが一つでもついてたらもっと良かったよね。だけどこんな感じで働く車がまた1台増えたっていうのは嬉しいかな。で、先ほど紹介したこのトヨタジャパンタクシーにはオリンピック・パラリンピックモデルっていうのもこれから登場するよね。そちらのモデルの方もこの左右の部分に東京2020年のオリンピック・パラリンピックのロゴがプリントされてるよね。なので記念っていう意味合いで1台は手に入れておきたいかなと思います。で、このトヨタジャパンタクシーのこのモデルはノーマルバージョンになるけど、地方とかに行くと結構ラッピングデザインされたトヨタジャパンタクシーっていうのもあるんだよね。ご当地トミカということで特注トミカとかでも発売されてほしいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。